いただきます。まあまだ何の状況か全然分かってないから全然鏡見えないね全然鏡見えないここ、でも確かにちょうどここだけ見えるこれは俺の顔映ってんのかな。いや、俺はこの角度は映って大丈夫、うん、こっから見える、うん、あそう今日は、はい、ちょっとあの軍曹と歩兵のですね、はいはいはい、まああのもうすぐ軍曹の誕生日がむっちゃ近い、まああの近いっていうことで、はい、まあ僕も3月22日、うん、軍曹が24なんですよ、うんうん、まあだから妻へのバースデーソング作ってみたっていう動画です、うん、すごいなっていう動画で、まあ、あの後で紹介しますけど、まあ、曲をねちょっとプレゼントしたいなっていうことで、うん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 、本気で PV を作ろうと、ということで今日葉山に来てます。そうめちゃくちゃなんか、うん、まあ、こういうのはなんですかね、やっぱスタジオ1個ねこじんまりピッて借りて全然お金かけないより、うん、めちゃくちゃ金かけたら面白いこういうのはなので、うん、今回ちょっとロケーションにはもうほんとむちゃくちゃ金をかけてとか、まあいろんなところでもめっちゃ金をかけてそれをプレゼントするっていう感じの動画で、でもおかしいんだよね、はい、本当に竹内さんにヘアメイクやっていただきます。ありがとうございます。すげえな、葉山の一等地のね大一等地をちょっと、いやでも、うん、なんか結構これリアルな話をすると、うんうん、都内でなんかそうこういうスタジオ例えばプールあったりとか、うんうんうん、ね、なんかそういうの借りると、まあ、1時間で2万円とか、はいはいはい、普通に取られちゃうで、まあ、結局6時間とかいることになるじゃないですか、うん、そうするともう10万円なんてポーンって飛んでっちゃうから、うんうん、それだったらなんか Airbnb でそのでっかい一軒も一棟借りしちゃってケツなしで取り切るみたいな方が、うん、スタッフさん的にも楽じゃん、うん、いつ来てもいいし、うん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 、そういうふうな発想のちょっと転換を今日はしました。なるほどなるほど、そうなんです。そしたら借りたところがこうってそうなんですよね。まあコスパが普通にいいと思うんでね、こっちの方が。うん、まあ、また後でちょっと家をぐるぐる俺は撮影しながら回りますけど、はい、そうそうそう、ちょっと面白いと思うんで、ジョージとか多分ずっと忙しいんで、そうなんですよ、ね、適当に家を紹介しますけど、歩兵が忙しいから、うん、今日ちょっとね、わけわかんねえんだよ、もう忙されてるからね。そうなんですよ、急いでくれ急いでくれっつって、だってもうあと10分もないでしょ。そうなんですよちょっと今日頑張ります。はい、またじゃあ適当に撮っておくんで、おはようございます、頑張ってください。こちら外観ですね、でかすぎて全部見えきれん。玄関入ります。ドワーンと階段を上がりますと見えてくるのが、何こ、撮影班が頑張っています。バカみたいなプールがありますね。プールがありまして、んでこれのこれや、富士山がね入って、んでこっち来ますと部屋がねすごいで、奥にはもう一個部屋がこんな感じにね、ああ下りますと、うついよこの大きさの演者がラフだから演者がもう酒飲んだ、ブルーレンズやめなさい、そのメガネ持ってこいって言ったのどこまでスカスカが立ってる、やっぱりまあね、スカしきったらあとやばい、腹柄のジャケットを持ってきてるのもあ、本当に俺一回も人生で一回もつけたことないんだよ俺こんなあのハワイで金の鉄つけときはぐらいしかないわ。ちょ結婚指輪が銀だからね。うん、右につけとくな。多分これマジでヤバそうに映ってんだろうね。でも今日は仲良く泊まるからみんな。え？泊まる人は仲良く泊まるから。今日はね。ここ堪能していただいて。でももうお酒飲んでるよだって。いやもうそうです。一番堪能してない。じゃやっぱこうお酒飲んだ方がもっと演技良くなる、ね。めちゃくちゃいいじゃん。すごいな。出てます。いいね、これいいね、ここいいっすね。
景色がすごいし、もうちょっと頑張って買いたいっすねこういうのね。ちょっとハイボール2本ぐらい飲んだ方がいい多分2本で完璧。あ、完璧。これで、で、監督3曲あフルで3回流しとくんで、適当にその間、浮田さんにいっぱい撮ってもらうんで、うん、リップシンクでずっと歌い続けてください。どこで場所はここら辺。あ、上がいい。あ、上、うん、俺リップシンク完璧だからさすがに覚えてるよね、うん、もうあんだけ歌ったエストに回しますよ。いかつ、いかついわ。そんなにいい感じで映ってる。ちょっとじゃあ撮ってみましょうか。じゃあ、初っ端からいきましょう。インサート流れて入ってるところから一番最初からいきます。歌詞お願いしますね。歌詞最初なんだっけ。いや曲で覚えてるから。はい、流れたら、はい、曲で。え、あ、待って、俺足組んじゃダメだよ。何でもいいですよ。これやったらテストなんで。あ、これダメダメダメ。これダメで。全然ダメ全然ダメ足組みて。はい、じゃあ流してください。ビッ Just wanna hold you tight tonight. Baby, no ask no reasons why. I promise to love you till I die and shine you so bright. むちゃくちゃ歌うの気持ちいいすごい超綺麗だすんごい気持ちいい。これ俺のためだけにあるんだよ。やりたくなる。ちょ待って、足組みて。え、ジブラ。え、ジブラ。ジブリさん。ジブニーさん。ジブさん。ジブさん。ジブニーさん感ある。いいよ、いい、いい。全然いい、全然いい。なんかワンちゃんの透明な椅子の方がいいんじゃないかって説もある。え、ここはドガンってやっぱり。はい、すいません。監督はもう絶対なので、ええ、すごい G レンズです。 G レンズついてます。あのうちの軍曹がさらっとヤマダ電機で買ったレンズついてる。そうそう。でもなんかこう前かがみとかも全然動きあっていいね。あ、ちなみに監督これ青か茶色がどっち。青ですね。青です、うん、よりエロい方に青です。じゃあ一回通しで全部いきます。じゃあお願いします。I just wanna hold you tight tonight. Baby, no ask for reasons why. I promise to love you till I die and shine you so bright. 一旦ここまで。めっちゃいいね。いや、これほんまに気持ちいいっすね。やばいな。これすごくない何これ。これやばい。何これ気持ちいいな。雲と山もめっちゃいい感じ。やば。昨日大雨だったから。そうですね。今日マジで晴れたな。で、もう酔っ払ってるから一番いい。最高っす。最高っす。一番いい。あ、バドリザ飲んでるね。そうそうそう。これめちゃくちゃいいっすよ。あの、ここで PV 撮るときめっちゃいいっすよ。景色がいいから。これ気持ちいいね。めっちゃ冷たい。ちょうどいい。あ、ちょうどいい。あ、すげえな。あ、冷たいね。水風呂ぐらいじゃん。じゃあ、またここも通しにしようかな。いいっすよ、持ちますよ。はい、もうよくここもよく使うんで通しで。ここはめっちゃ感情を込める系で、はい、もう本当にブルーノマーズ。足組みてー。足組みていいっすね。だからもう本当、足超感情込め系で。酔ってるか。もう完全に完全に酔ってる。じゃあ撮ります。じゃあ待ってくださいね。回りました。お願いします。入るってプールにこんな寒いのに。何の撮影これ。俺服着てて寒いいや今8月なんで。ああそう、気持ちは一旦ね。これでもどこぐらいまで入るんだ。胸かな。一旦確かめた方がいいかも。ワンちゃん寒いよこれ。マジで寒いと思うよこれちょっとなんか彼のためにも早く終わらせないといけないしやばい、やんなきゃ。お願いします。よし行こう。 Your eyes, your lips, your everything I see. I don't wanna miss this moment. Just stay by my side.
シャンパングラスじゃない、シャンパングラスじゃない。めちゃくちゃ綺麗。寒いよ、こんなのやばい。こんなのタオルあげて、タオルあげて、タオルあげて。大丈夫です、大丈夫です。 OK です、OK です、いい絵撮れた。これめちゃくちゃいい絵じゃない。思い出としていいよね、普通に人生の思い出として。なるほど、こういう PV って基本的にプールに入ってるんだ、人は。なるほどね。入ってない、入ってない、多分入ってない。バリバリ、いいね。いや、おもろいわこの映像。頭悪い、頭悪いなこの映像。バカじゃん。あー、いいな。めっちゃいい、めっちゃくちゃいい思い出だわ、こんなの。もう寒いもん、外ね。だってさっきさ、オルハさ、プール暑いなって言ってたね。いや、だって俺外であれ撮ってたけど、あれでちょっと寒かったから。やばいよね、多分超寒いと思ってたあいつ。足の感覚なくなったんだったもんね。ジョージ、どこの風呂がいい？下の風呂見て。あ、どこ、え、どこへ、監督、どこの風呂がいい？シャワーがいっぱいですよね。いっぱいあ、下にでかいのがね、一個マスターのところに。これ一番、あ、ここ撮りましょう、ここで、ここで撮ります、ここで撮ります、後で。いや、これさ、ちょっと待って、監督、いや、全身つくないです、あの、本当にこう使わなくていい。あそこに面白なんで。お笑いじゃん。ジャグジーもあそこに。素材だけ撮るだけパンなんで、撮るのは、まあいいね、めちゃくちゃいいね。これ開けた方がいいのかな。シャワーを浴びます。めっちゃおもろい。入るのを撮るんで。どれだ、入るの。そんなインサート、インサート、インサート。I just wanna hold you tight tonight. Baby, don't ask for reasons why. I promise I'll love you till I die and shine you so bright. どうですか、今のところ。今のとこ、うん、いや、でもめちゃくちゃ順調に撮れてんじゃないかな。結構いい感じに。そうそうそう。で、なんか結局その、なんて言うんだろうな、そのトラック作ってくれるとその楽器を弾いてくれる担当の人たちが来てくれてるから、うん、なんかその人たちがやっぱその撮影の裏側でさ、うんうんうん、踊ってくれるから、うん、なんかそれすごいいいんだよね、やっぱり。あ、なんか盛り上げがね。そうそう、こっちも乗れるし、うんうんうん、なんか、あ、この曲良かったんだみたいな自信にもなるから、うんうんうん、なんかそうなってくるとこう結構乗れるっつうか、うんうん、だから彼らがすごくいいなっていう。まあでもなんかそのシャンパングラスにハイボールついで、ギターソロの間に持ってくるみたいなやつとか、PV には残ってないと思うけど、うん、いや、それはすごいなと思って。でもそういう人がなんかいてくれると、こっちもなんか、うんうんうん、いつも以上の表現が多分できるんじゃないかなみたいな。だいぶ飲んでるね。いや、飲んでるけど、うん、まあ別にその迷惑かけるレベルだよね。気持ちも嫌だ、ね、やっぱ恵比寿で飲んでるのとはわけ違う、わけ違う。さすがに。うわ、シャワーシーン楽しみだな。シャワーシーン楽しみだ。髪かけ上げてるシャワーシーン。シャワーシーン俺絶対使わないと思うんですよ、正直言って。絶対使わないと思うし、上がってきてシャワーシーン入ってても多分俺カットすると思う。いや、いらないっす、多分言う。まあでも今7時ぐらいなんで、うんうんうん、あとまあね、10時ぐらいまでに、うん、そう、主要なところは取り切っちゃえば、うんうんうん、まあなんとかいけるんじゃないかなっていう。なるほど。朝もやるのかな。朝やるんかな。朝なんかやるって言ってたね、うん、でもさ、竹内さんがさいないからさ、結構差出るんじゃないのって思う。ボグマシーンはバカじゃん。ボグマシーンいいね、白紫色めちゃくちゃいい。わしょ、てか俺この髪型めちゃくちゃいいと思うんですけど。いいよね、似合ってるよ。ってことは今度からこれにしてください。ベッドルームの撮影っているの？I just wanna hold you tight tonight. Baby, don't ask no reasons why.I promise I love you till I die and shine you so bright. めっちゃいい。そのまま感想中も踊ってぜ。めちゃくちゃいい。ギターちょうだい。ギターちょうだい。いないの、いないの。ギターちょうだい。フォークお願いします。フォークちょうだい。はい、俺ちょうだい。激恥ずかしいのやばくない？めっちゃいい、めっちゃいい。リンクでいいよ。
じはずいてもうええてもうええて最小人数にしてくれこれをさできるのはプロなのかもしらんそうよ知識入っていやブラのマーだと5倍いますよ違う違うみんな気づいてる歩兵やじゃあこのシーンは OK ですザース。そしたらちょうど8時なんでお二人帰られます。今日はありがとうございました本当にありがとうございます、ありがとうございます。マジで助かりました。こんなくだらないあれにすいません、楽しみにしますありがとうございました監督がここね、ここねスモークどうやって叩くのかな、これスモークは上の赤いボタン、赤いボタンじゃあ行きます。おーこれ誰がだって誰が演者でも誰が演者ってかっこいいよ。このね、ここの映画この映画めちゃくちゃいい。 Love is my angel dream want you enough for youあー、誰でもいいかっこいい。俺が 1.5 倍かっこよく見えるもん。あ、この子売れるわめちゃくちゃいい。そう、新人です。うちの新人です。30年めっちゃいい。めっちゃいいね。遊びになるもんな。クオリティが高すぎて。ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。またありがとうございます。ありがとうございました。気をつけて。今日はこれで、あ、まだなんか大体メインカットメインカット終わりました。あとはケーキのシーン、うん、そうですね。インサートとスローで使う部分と、うんうんうん、日常っぽいところのシーンと、まだもうあと1時間ぐらい。そうですね、1時間あれば。最後竹内さんに俺顔やってもらったんで、うんうん、それをもうこのまま維持して終わりかな。めっちゃいいわ。めちゃくちゃかっこいいっすもんって感じで。酔っ払ってクシャクシャとか本当ダメだよ。絶対ダメだよ。絶対ダメだよ。絶対それだけダメだよ。酔っ払ってよくやるから。まだピザ3枚食う子がまだ。まだいい。よし、じゃあ最後僕弾くんで一応消すパターンも、okay. 遠目からこう消して、あ、はい。はい、OK。よし、今日は。今日は監督。今日は終わりです。終了。終了。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、なんだかんだもう12時だよ。楽しかったわでも。ね。めちゃくちゃ楽しかったわ。もう11時かも。11時です。ね、はい。いい映画撮れたんじゃないですかでも。ありがとうございます監督。こちらこそです。めっちゃ仕上がってた。めちゃくちゃ良かった。ということで今日、はい、今日は終わりということで。明日また明日ちょっと朝ね早朝撮って早朝撮って終わりです。よし、ということで一旦はいお疲れ様でした。お疲れ様でした。以上です。ありがとうございました。素晴らしい。ありがとうございました。最後はいなかったねスタッフのみゆさんもありがとうございました。全員帰っちゃいましたけど。ありがとうございました。じゃあ最後、はい、ジャグジー飲んで。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 終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。見てここめちゃくちゃ強くないですか。もうなんか葉山って泊まったことなかったから。いやすごくない、うん、どうですか。もうあともう最後ワンシーンとかですか。最後ですね多分ここまで、うん、メイキング的なのを見ていただいてると思いますけど大変だねと思ってね。本当にね世の中のアーティストさんをね、うん、尊敬します僕は。まあなんか
もっとすごいんだろうね、だからすごい人たちは、うんうん、素晴らしいですよ。あとやっぱね、カメラマンさん、うん、スタッフ含めね、本当に皆さん力がないとできないです、これは。なんかその太陽があるせいでいやいや言ってるみたいな顔してますけど、これ太陽のせいなんで、こういう顔になってすっごい眩しいね。終了した。クランクアップです。あざした。お疲れ様です。お疲れ様です。あざした。素晴らしい。やっと終わったね。めちゃくちゃいいロケーションでしたね。いや最高でした。ありがとうございます、監督。とんでもないです。ありがとうございます。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ふみちゃんもずっとね、大変でした。特に何もしてなかったです、俺は。いやめっちゃ良かった、でも。めっちゃ良かったな。ね、ということで、はい、なります。ありがとうございました。